コーヒーにスジャータ。スジャータが4時をお知らせします。こんにちは、川井美智子です、うん、いやもうちょっと元気ですね。うん、元気なの。ビンビンなの。テーブルでも持ち上げようか。全然、どうしたですか今日は。一体元気なの。あららら、うん、もうでも世の中お盆になるの。大体もうみんなお盆休みとか取って、でもうちらは皆さんが休んでる時にうちは仕事してきて、そうですね、商売にならないね。はい、うん、だから今どっか帰省客、帰省客って言わない。お盆は言わないの。帰省だよね。そのラジオの中で車聞いてるかも。車の逆でした。逆なんだ。粉さんみたいでした、ね、そうなんだ、ね、ブランデー可愛がりながらね、猫飲んじゃったらダメだ。ダメだ、ね、ということでね、もう、車の中で聞いた人も多いですけど、大体ほらみんなほら、あの夏休み、冬休み、春休み決まってドワーって行くから、どうしてもほら道はね、混みますよね。同じような感じでグッ、やっぱそういう意味じゃ、道はどうなの。広いの狭いの。広いところもあれば狭いところもあるんじゃないですか。この間ね、はい、いつだったっけな、大谷英子さんっていう代議士の方ね、作家の方だっけ、大谷英子さん、あの素敵な女性がいるじゃない。でなんかその道路公団の話をしてた、はい、うちでも話したって説得力ないから、今回は話さないよ。触りだけって、はいはいはい、まあというようなこと、ことでねえ、もう夏も終わりなの、はい、まだ一応夏は8月31日まで。え、いつなの。夏は何日まで。夏はいつ。8月15日まで。いや、はっきりそこのとこしてくんないと今日から秋だとかいろいろあるでしょ。9月、このまがいは9月。じゃあ9月まで秋だ。あれ10月だった。9月いっぱいまで。うん、9月はでも残暑っていう。あ、そうね、うん、あ、だからその辺の区切りがあるからね、うんうん、だからな、8月いっぱい、俺8月31日までは夏だと思ってるんだ。はい、私も思ってる。ほんで9月から10月までが秋で、うん、10月から2月までが冬だよね。え、ほんで3月から10月冬。ん、11月じゃん。10月冬だよね。秋じゃない。秋、じゃあ10月だって秋、あ、秋なくなっちゃうじゃないですか。あ、そう、9と11月まで秋にしよう。はい、な、そういうような感じでやっていきましょうね。うん、そういうことで決まってよかった、よかった、うん、はい、今日も皆さんからのエピソードを今週はね、俺ね、トミックさんまだ先ですよ。あ、そう、うん、あ、そう、先週の水曜日に、あの自分で首絞めることになるんで、むにゅはい、今月のマンスリーピックアップのテーマは、はい、高田さんからお願いします。はい、見ちゃった、見られちゃった、あ、見ちゃった、見られちゃったはい、例えば街で高田さんが女の子をナンパしているのを見ちゃいました、うん、結構しつこく頑張っていました。あ、俺はあまりしつこくないのよ。あ、どう、飲みに行く、ダメ、あ、そう、じゃあね。え、でもしつこく頑張ってました。あ、そういう時もあったの、ね、見られちゃったんですよ。あ、そうなの。高田さん、僕はもうお尻フェチだから、うん、例えばあなたのお尻、5万円で取らせてくださいとかそんなこと言っちゃいけないよ。え、ねえ、うん、ずっと成田さんにの成田さんに成田さん10万円ならいいけど5万円は嫌だって言ってましたけどね驚いちゃうね。意外ともし取ったら私1万円見せてください、ね、意外とその辺ははっきりしてるね、はい、やっぱり、ね、顔は見せないんですよねなんて言って確認してね、確認、10万だったらいい。俺ね、自分のお尻も意外と知らない。あ、そうなんですか、うん、だからこうカメラを押し付けといて、うん、自分のお尻だけ撮ったりしてそれ挟んでよかな、ね、うん、ああ、どう、それはそれで自給自足な感じ、うん、いいでしょすごい、やっぱ自分で、やっぱでも自分で自給自足にしないと。そうですよね、自分、うん、ご自分が好きなんですよね、高田さんは。そう、自分で自分が好きなの、自分好き、うん、だから鏡なんか見てても、はい、よし、この男俺もやっちまうなそれが野望なんですね。野望なの。いつかね、いつかね鏡の中の自分と現実の自分がこうすごいシュールな映画撮れそうだね。怖いですね、うん、はい、はい、他にですね、まだあんの、まだあるの。自分の部屋にこもってインターネットでエッチなサイトを見ていたら、うん、突然部屋に入ってきた子供にその姿を見られちゃいました。ん、別にエッチのサイト見せたって見てる形を別によく着てるわけなんだ、うん、子供に見ない、なんか恥ずかしいじゃないですか。子供じゃ分かんないもん。子供は分かるんですよ、そういうの。意外と分かんないよ。意外と分かるんですよ。意外分かんない、分かんない、本当に、ね、あのリンゴ食べたのは誰なんていうぐらいだから。
え？いや、まあいいから続けて、ちょうど続けて。何回か分かんないけど。はい、採用させていただいた方には、高田純次さんが筆で書いた番組タイトルをステッカーにして貼った、こら、トーパラグッズの中から一つ選んでプレゼントします。また、グレート高田の人生経典コーナーでは、グレート高田先生に、あなたの悩みを相談してみませんか、うん、ただし、笑って元気になれる人生相談ですので、あまり深刻な悩みではなく、どちらかというと軽い悩みにしてください。ね、もしくは深刻な内容でも、グレート高田先生の回答に対して怒ったりしない、シャレの分かる方なら大歓迎です。はい、どちらの受付もこの番号へ。電話番号が東京 03-3359-1134。 いいみおちゃん。東京 03-3359-1134。 そしてファックス番号が東京 03-5269-1138。 いいみは。東京 03-5269-1138 です。メールの方は paradise@joqr.net、 paradise@joqr.net です。それでは今日も東京パラダイススタートです。順次、ハワイミキコの東京パラダイス、ということで、高田のトピックス、はい、今週水曜日ゴルフ行った。行った。終わり？終わり。あとはずっと寝て暮らした。あ、うん、そういうような感じで、ね、強いね、はい、あれはそれしかないね。あ、だから、まあ、でも私もそうですね、うん、やっぱり夏の間はちょっと私はもう活動できないので。あ、そう。だから僕はね、今日は13時だって14日、うん、13時でしょ。20日あたりから動き出そうと思って。20日、うん、やっぱ13、14、15はね、はい、世の中もお盆だからちょっとまったりしてるでしょ。そうですね、うん、うん、で会社なんかもね、はい、休みが多いね。休みのとこが多いです。休み大体この日を中心にみんな。でもね、我々日本のサラリーマンはよく働くよね。はい、ね、はい、だって今会社でさ、うん、よく有給休暇なんて1ヶ月とか2ヶ月あるじゃない、はい、あれまとめて取っちゃっても自分の席ないよ。ないですよね。うん、で俺もこの東京パラダイス有給休暇で出してんだけど1ヶ月さ。あ、出してるんですか？出してるんだよ。君出してないの？有給休暇あるんですか？1ヶ月。全部で1年で1ヶ月あるんだけど、うん、それ出してると他の人が来ちゃいそうな気がするんだよね。知らなかった。なんか久米さんも狙ってるなんて。あ、マジですか？うん、俺やろうかななんて言ったの。あらららら。だからちょっと今1ヶ月休めないんだよ。そうですね。うん、だからそのサラリーマンの人と俺もサラリーマンのね、その気持ちわかるから、そういう意味で、でやっぱ同じところで取るからみんな同じように行ってどこ行っても混んでるし、まあやっぱ子供とかのね、都合とかにもやっぱ合わせないといけないじゃないですか。でお父さんは月曜から金曜働いて疲れてね、寝ようと思うと子供は足で顔踏んづけたりとか。そんなひどい子供が。おちおち寝てらんないのよね。すごいね、鼻の穴2本にこう熱で指突っ込まれてね、起きちゃうとか、いろんなお父さん大変なんじゃない。一番びっくりするのは、あの股のとこギュッと握られちゃ、握られたり乗られたりすると痛いからね。乗られるのは痛いですね。あとゴムで祝いつけられちゃうとかされちゃうんだ。またプラーッと風船みたいに膨られちゃうから、いろんなね、お父さんたちの車なんか運転しててもさ、だからキャンプなんか行くとお父さん一番大変よね。はい、お父さんが全部やらなきゃいけないから。全部やってね、運転もするし、運転してキャンプやって、テント張って、また夜違うテントも張らなきゃいけない。大変なんだよ。絶対言うんじゃないか。でしょ。さっき読まれちゃってるよね。テントって言っちゃって、自分がちょっとダメだと思ったんですよ。もう一瞬ね、今日髪の毛短いんでちょっと、あ、来てるねって感じの小僧みたいに小僧に見えるんだけど、はい、お母さんと子供たちはもうただ食って寝るだけだから。そうですよね。あ、お父さん全部セットしても蚊が来ないようにとか、うん、ね、いろんな、まあ、ね、そういろんな大変なのよ。お父さん自身はあんまりね、休めないですよね、お休みの日。だいたい仕事して土日寝て暮らせるお父さんってあまりいないでしょ。あまりないと思いますね。君たちがちょっと遊んでこいよなんて、うん、せっかく土曜日日曜日なんだからどっか連れてってよっていうのが普通の家庭なんじゃないですか。お父さん早死にしちゃうんだよ、これ。いいですね。ほんで慰謝料全部お母さんと子供が言っちゃってヒヒヒなんて笑いながら若い男と結婚しちゃって、お父さんこれで浮かばれないでしょ。本当ですね。本当に今だって運転しながらさ、うん、横でお母さんがジュース飲みながら、後ろで子供がお菓子ポリポリしながら、はい、早く運転しろよなんて言わせたりして、ね、お父さんごめんごめんな。でトイレとかね、トイレのところおしっこしたらもうここでしたよじゃあとかねえ、弱っちゃうよね、うん、だからお父さんって大変なのね。はい、うん、それで意外と父の日あまり優遇されないのよ。そう、母の日なんでですかね、うん、やっぱお母さんも大変だからね、子供を産むからじゃない、うん、忘れがちなんですけど、うん、お母さんの方がね快楽なんかもずっと長く続くのに、男なんかぐっと上り詰めてドカンでしょ、終わりなのに。それでも母の日の方が、
そう、母の日はすごいほらカーネーションとか送ったりするから、こう花屋さんとかもすごいキャンペーンするじゃないですか。親父の日はなんか彼岸花かなんか送られるんじゃない？違うか。昨日よ、何？親父の日のね、なんかあるあ、なんか花は増加かなんか？何ですか、ね？花。わかんない。親父の日の花わかんない、ね。なんか父の日って地味なんですよね。どうしたの？いつもね忘れちゃうんですよ。お父さん頑張って。でもまあ神は女性を作りたいんだね。そうなんですか ね。だってほら女性が10人いて男1人だったら10人子供生まれる。これ酔った時よく言うのよ、はい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 、ね、子供いるわけでできるわけでしょ、うん、できる。だから男10人で女性1人だとどんなことしたって子供1人しかできない。できないですもんね。だから主の存続で言えば神は女性を作りたい。なるほどね。でも男はすごいあのタフなやつが1人いりゃいいな。あ、そういう意味で、あ、タフな人がいたらいいですね。だから頑張らない。カブトムシはメスを木の中に隠しておくと男同士で争うんだから。へえ。その付き合わせて、あ、ね、イルカなんかはブーってメスの前でずっと自分の持ち物の大きさを見せるんだ。はい、そうなんですか。うん、イルカなんかシャチとかね、ぐーんとメス出て大きいところにメスが行くんだ。へえ。あんた街中で男それやってみな、すぐ捕まっちゃうよ。本当にねえ、うん、どうしてなんだろうね。いや、どうしてって分かるでしょ、大人だから。だから犬なんかも最近ダメよ。それを取り締まるのが犬のお前さんなんです。これ分かってるね、論理はね。で、笛吹きながらワンワン。高田さんが絶対一番好きな話これですよね。俺実はね、好きな話って本当は政治の話なのよ。嘘だ。いやいや、本当に本当に。絶対犬のお巡りさんの話が高田さんが。俺が今政治の話を しちゃうとまたさ、うん、違うキャラクターになっちゃうでしょ。はい。ね。作ってるんですか、じゃあ。うん。そのなんかちょっとくだらない親父っていうキャラクター。そういうキャラを作ってるの。うん、くだらない話をするキャラっていうのを作ってるんだ。どうなの、 JR は国鉄と私鉄とどっちがいいの？な、意味の質問の意味はよくわかりません。今その話をよく国会でやってない。それじゃないんだ。それじゃないんだ。今わかんなかった。郵便局のあれだね、はい、郵便局のマークを2本にするか1本にするかなんじゃないの？あ、違うんだ。郵便局で切って売るかとか売らないとかって、いやいや、そういう話じゃない。そういう話でもないですね。違うんだね、はい、そうなんだ。よくだからこの郵便の切手のこのハンコでね、どこどこのところから発信したってよく犯罪、あ、消印でね、はい、犯罪なんかに使われるんだよね、はい、うん、だから早くやっぱり宮部みゆきの箇所なの。いや、私ほんと頭の中見てみたいですね。どうやって繋がってる箇所の、ね、絵を撮る、あれもずっと一時思い描いたの。ただ歩いてる男が、はい、足をずーっと凍ってくのよ。それが電話ボックスの中に入る。ところが今やもうほら携帯だからさ、電話ボックスのそのあれが通じないんだよな。そうですね。ほんで親戚の刑事さんに頼み込むんだけどさ、うん、それだと通じない。今携帯だから。今映画監督の目として考えてたっていうことですか、うん、ほんで頼み込むやつも俺だし、刑事も俺なのよね。ほんでその刑事の奥さんも俺なんだよ。あ、壮大なスケールで、ね、壮大なスケールで高田純次一人劇場ですからね。そうそう、一人劇場で最終的に犯人も俺になっちゃうんだけど、それがああ、うん、謎解きにならないかもしれないですけど、でも夏だと意外とミステリー話とかね、はいはい、怪談とかもね、あのサスペンスものがちょっといい、はい、ちょっとね背筋が寒くなるような感じがいい、うん、ね、川井さんはどういう役が好きなんですか？どういう役ですか？女優でやっていくと。そうですね、うん、私がやりたいのは割と明るい役がやりたいんですけど、うん、あ、そう、はい、あれなんか似合うんじゃない、ちょっとあの緩い感じの緩い感じの役なんかも、ね、うん、雰囲気が、あ、雰囲気がね、うん、緩い感じ、そういうのやりたいんですけど。川井さんなんか美人だけどちょっとどっか緩いって感じあるじゃない。美しいけど、顔なんかもすごいちっちゃいのよね。顔なんかもすごいちっちゃいけど、あ、緩いのかなっていうさ、そういう役なんかも。そうですね。あの、演技派だから。そういう役いいですね。演技派だから。でも好きな監督が好きなんじゃないの？え？好きな監督は君のこと好きなんじゃないの？そうなんです。さあ、好きな監督は好きなんじゃないですかね。どう、黒沢さんなんかなんつったら君のこと。黒沢さんお会いしたことない。お会いしたことない。黒沢さんって黒沢敏夫さんだよ。敏夫さんですか。黒沢さん。会ったことない。あります、あります。敏夫さんは。意外とそういう意味ではね。はい。うん、よく見れば可愛いんだよ。俺やってる時でほら、化粧してないから、あんたね。ごめんなさい。うん。すみません。あの、秀島紀香とどっちが可愛いの？秀島さん、可愛いですよね。あ、そう。大好きです。この間インターネットで見たよ。あ、そうですか。秀島さん。秀島さんね。うん。俺ピストン西田君と会ったことある。あ、あるんですか？うん。昔はピストン堀口ってボクサーいたんだ。知らない？ピストンみたいに打ち合ってね、ピストン堀口ってボクサーがいたんですか？いたんだよ。へえ、知らなかった。知らないんだ。はい、知らないです。知らないんだ。本当にどこをだんだんどういうふうにいくか分かんないですね、高田さんのお話ってね。こういう時ってね、うん、ほとんど話題がない時なんだ。
暗中模索の中でねもう霧の中を進んでるような感じ。なるほどなるほど。そういうじゃあ曲いきましょう。やだね。え、なんでですか。いっちょ。いきましょう。いっちょ。はい、それでは今日の1曲目です。渡辺美里でサマータイムブルース。高田純次、河合美智子の東京パラダイス、うん、はい、はい、では今月のマンスリーピックアップのテーマ、うん、見ちゃった見られちゃったを紹介していきましょう。何笑ってんの、おかしいなこともない。ちょっとうってなっちゃった。あ、なっちゃったの。気をつけないとダメだよ、はい、品川区の新一さん、はい、48歳の会社員の方からなんですけど、女房に立ち小便をしてるところを見られちゃいました。もうすぐで家に着くっていうところでおしっこが我慢できなくなっちゃって、しちゃいとしていたら近くのコンビニから家に帰る途中だった女房が僕の肩をトントンと叩いたんです。全く気づいてなかったので振り向きざまにおしっこしてるそばからちびそうになるくらい驚きましたというおしっこしてるのにちびりそうになっちゃった。でもトントンと肩叩いてくれるならそれでもう一つの物事は済んじゃうからな、うん、それを遠くで見て見ぬふりして行かれちゃうとまた困っちゃうね。 あんたダメよっていうような、そうですね、あ、確かめちゃいけないよ。恥ずかしいですね、うん、これね。これなんか座って証明してればいいのかな。いや、そういう問題じゃないですね。そういうことはないの。お、そうなの。はい、ダメですね。ダメなの、やっぱ座っても。はい、ダメです。ダメなの、座ってこうチャック広げても座ってないないなって言うの。そういうそこじゃないですね。ああ、そうなんだ、はい、いけないんだ、立ち小便、はい、おしっこじゃね、はい、あの公衆便所でしょ。最近はコンビニとかで全然普通に貸してもらえるから本当に便利になりましたよね。ああ、本当に。昔は本当トイレ探すのってすごい大変だったけど。俺はいつもビニール袋持ってんだよ。はあ、本当にビニール袋の中にするの。はあ、うん、いいですね。これ意外といいものいいものよ。そうです。それどうするんですか、うん、持って帰る。持って帰って冷蔵庫入れてくない。なんで冷やすの。なんとなく冷やさないと気分悪いじゃないの。あったかいやつだから。いや、冷やす方が気分悪い。そう、冷やしてからちゃんと便器流すのよ。はあ、そういうことなのよ。ね、よくわからないですよ。だってワンちゃんの飼い主だってちゃんとワンちゃんのあの糞を始末してあれするでしょ。でも冷蔵庫には入れないと思いますけど。あ、そう、はい、冷蔵庫で。いきなりほら普通はほら下であのなんか変なハサミみたいな、ハサミじゃない、なんか掴むじゃない、ビニール袋を自分で手で、はい、裏にして、あのいきなりね、ワンちゃんからお尻から出てくるそのままムンズと掴んであれしたってやつの話聞かない。知らない。知らない。はい、あ、でもそうですね、うん、そのままダイレクトにキャッチすればね。俺、うん、ほらよくギャングで言うとこれこう僕こういうのやって小指立ててお茶飲むのよ。はいね、なんでだか分かる。分からない。分かんない。これ親指立てると落っこっちゃう。ああ、うん、面白いだろ。ごめんなさい、何回も聞いたのに忘れてました。おかしいよ、君完全に僕おちょくってるよね。おちょくってないですよ。おちょくってないですよ。絶対そんなことないですよ。絶対なんかあるよ。ないですよ。ものすごい尊敬してますよ。あ、でもあれと変わってもらおうかな。かわいいやっくんの女房なんだっけ。え、石川秀美ちゃん。あれ、かわいいなんとかっていなかったっけ。秀美ちゃん、石川秀美ちゃん。かわいい秀美だよね。違います、石川秀美。あれ、かわいいなんとかっていなかったっけ。かわいい直子さん。あ、かわいい直子さん。可愛いな、なおかさん。はい。あら。どんな方を。読んでよ。あ、お電話つながってる。お電話つながってる。はい。あのね、ということで、新潟県のね、西蒲原郡の、はい、街道の暴れん坊、35歳のドライバー、運転手の方。え、お男性の方ですね。男性じゃないかもわかんないよ。いや、男性ですね。男性？はい。男はやめようよ。男なんかと俺話したくないな。もしもし。あ、ありがとうございます。どうも、今日はありがとうございました。ありがとうございます。あの男の人はもう二度とかけてこないようにね。すいません。どうも。はい、ありがとうございます。はい、ということでね。まあでも男の人もこういうなんかすごいあのなすっきりじゃないや、なんか清涼感のある感じの爽やかな感じ。いいね、爽やかな、はい、35だっていうから働き盛りだよ。ね、素敵ですね。家族のためにね。だから奥さんなんかも横にあれしちゃうんだよな。時々奥さんなんか運転させるのかな、間違えてギアで他のもの握っちゃったりして。だいたい俺の話読めるだろ。ダメだよ、急にトップに入れちゃうの。はい、それではここで一曲お聴きください。宇多田ヒカルで Can You Keep a Secret。 グレート高田の人生拠点コーナー。老若男女の人生の悩みに無償の愛と救済の魂で答え続けてきたグレート高田先生。このコーナーはラジオ聴きの悩める子羊たちからお寄せいただいた相談に人生の師グレート高田先生がズバリお答えしていこうというものです、うん、それでは先生、今週もよろしくお願いします、はい、今回は本当に任せなさい。あ、すごい、はい、なんか頼もしい、はいはい、早速じゃあ今日の相談内容を紹介していきますよ。大田区にお住まいのですね、うん、37歳の男性の方ですね、うん、ジョンさんです、うんうん、グレート高田先生こんにちは、うん、
僕は最近会社を辞めました、うん、未だに再就職は決まっていません、うん、ありとあらゆる職を経験し就職の天才と言われた高田先生、うん、再就職するための良きアドバイスをお願いします、うん、人生とは旅だとはよく言われるからね。おあなんか今日すごい人生相談っぽい。はいはいはい、だからそれぞれがどんな旅をするかというのがね。はいはい、ほうほう。だからまあ今会社を辞めたというのが、今いずれまた会社勤める、その間がまあインターバルね、はい、うん、そのインターバルの間に何をするかというのが、あ、まあ、これが次への、まあ、そ, あのそういうことでしょ。いや、てか就職するために良きアドバイスだ、はい、そのね、その間にだから勉強するのよ。あ、そのどういう勉強かって言ったら、まずね、はい、あの CR 順次っていうパチンコ台が出てんで、これを完全に制覇あ、出てますけど、うん、これ見かけたことがないんです。あ、だからそれを見つけて、はい、サイトでやる人もあるから、それを完全に制覇する。はあ、うん、でその次にブックオフに行くと、はい、うん、俺の人生経典っていう古本があるんで、そこへ探してあの普通の本屋さんじゃなくて、ブックオフなんですか。本屋だとちょっときついかもね一応ブックオフ何軒か都内にあるんで、はい、そこにそれ見つけて、その人生経典を網羅する、はい、まずこの2つ、あっという間に読めちゃいますか、ね、うん、まずこの2つね、はい、すると再就職できる、うん、そうそう。それからあとはちょっとした夜寝る間際に、はい、純ちゃんのブラボーダンスって曲をかけてえ、寝る前にですか。寝る前に、ほんで朝起きるやつは白いブランコでお休み。逆なんだ。逆をするのよ。白いブランコでお休みで寝ちゃったら当たり前じゃない。純ちゃんのブラボーダンスがぐっすり出て朝おやすみなさいって最後のさ、あれがそれで起きるの。あ、そうだね。そうそうそう。でブラボーダンス聞いちゃうと興奮して寝つけない、うん、それを寝るぐらいのそのなんつーのギャップというかドラマチック性を持ってない、寝るぐらいなギャップで。でどういう頃な仕事をしたいのかという、就職の天才だって俺全ての仕事できるわけじゃないから、はっきり言って、はい、でも結構高田さんいろんな職業、まあ、アルバイトではね、70から100したんだけど私フリップ紹介したことあるんで、そうそうそう、したんですけども、この代で名前がジョン君、ジョン君、はい、ジョン君が何をしたいか、はい、これが書いてないから、まあ、そうですね、これが書いてないとクソ味噌一緒になっちゃうんだよね、まあ、すごい、だからこのジョン君は、うん、カレー味のうんこがいいのか、うんこ味のカレーが好きなのか、どっちかをはっきり決めてくれないと、ね、決めてくれないとアドバイス、再就職するための良きアドバイスって言われたって、あんたどこに就職するかな、分かんねえんだ。本当ですね。何もしたいかによっては、そうですね、うん、それ大事ですよね、うん、で僕の知り合いがね、ほらうちのプロダクションに来て、はい、ちょっと芸能関係やりたいんです、はい、で何をやりたいんだって聞いたね、はい、そしたらクイズの司会者が回答者って言われた時にバカ野郎って頑張ってたクイズの司会者ってなるけど、クイズの回答者というタレントはいないんだから、ね、はい、これ偶然クイズの回答はしてるけども、はい、それを仕事にするあれじゃないんだよ、ね、のタレントっていうのではないんです。そういうような、ね、何をしたいか、再就職するためには、まあ、はい、細かく言うとね、はい、そのためのやっぱお勉強があるんだけど、はい、例えば占い師になりたかったらそれなりの勉強、はい、ね、はい、占い師になりたいのにジェットスキーの免許取ったってなかなかなれないでしょ。そうですね、これそうでしょ、はい、うん、とりあえずあれですね、 CR 順次やって人生経典を読むと、うん、そうそう、ということで今日のお言葉を、要するに例えば時間もないので今日のお言葉をお願いします。頑張れありがとうございました来週もよろしくお願いします、はいはい、以上人生経典コーナーでした、うん、はい、ということでちょっと福井が決まりました。決まったんですか。村田君がすごい慌ててますけど、ね、いや、俺自身が決まった。11月に行こうかな。高田さんのスケジュール帳にはもう書いてある。そうそう、知り合いがね、福井の人なんで、あ、今はこっちにいる。いや、洋服屋さんまだ福井。あ、洋服屋さん、あ、うん、知り合いの先生が、あ、先生が、何の先生ですか。病院の先生。へえ、うん、福井の方。あ、そうなんですか、うん、だからちょっともう行くことは決まってるっていうことなんですね、うん、カニを食べて、食べてお酒とかね、はい、飲んじゃって、お酒も美味しいですからね、福井はね。ほんでゴルフなんかやっちゃって、はい、ほんであとそれを帰って、またその間なんかもう少し変なことしそうなことも言ってたかな変なこともね、変なことしちゃって旅の恥はかき捨てて、うん、アヒウヒアヒもやっちゃいましょうか、あらららね、そういう楽しみもありつつ、そういうようなことだ、
福井はいいよ。とにかく福井をあの知らずして、なんだっけ、日光を見ずしてね、死ぬ中で。で福井を見ずして死ぬ中で。よく言うじゃない。はい。知らないの？はい。よくあるじゃん。日光を見ずしてどうだろうね。ん？結構だ。日光を受ける。はい、うん、福井を見ずして、あ、ごめんなさい、福井という中で、文化放送以外でお聞きの皆様とはここでお別れです。文化放送でお聞きの方はこの後も引き続きお楽しみください。高田純次、河合美智子の東京パラダイスシネマパラダイス。はい、このコーナーは話題の新作から普及の名作まで毎週1本ずつ映画をピックアップ、私河合美智子と著名な映画評論家の先生が交代で作品を紹介していくコーナーです。今週は初登場となります映画評論家の先生にお越しいただいています、うん、白石ピーコ先生です。どうもこんにちは一応本書いてる名前は村田おすぎにしてますので、よろしくお願いします。ペンネームは、はい、村田おすぎ、日光を見ずしてコケココという流れっていう人で著書なんですね、はい、そういう著書が出してますので、ね、あ、そちらも福井を見ずして、福はこぬと、福はこぬ、こぬ、福はこぬ、こぬなんです。さっきは服は着るなみたいなことをおっしゃって、それは出してます。でも、じいさん、夏は着ぬというのも出してます。あ、夏は着ぬというのも、それは村田大杉先生なんですね。そうそう、今回は白石ピーコ先生に紹介していただきま す、ね、1996年に制作されたデビッド・クローネンバーグ監督の作品クラッシュですね。これはたびたびね、はい、私の天から降りてきてね、巷の話でよく喋ってる話があるんですけども、ちょっと喋ってるんですけど、これはね、車の衝突事故だけにエクスタシーを覚えるような夫婦の盗作的な愛の姿を描いた一編とまで言ってますけども、これとにかくね、はい、まあ、大体、おじさんっていうかね、はい、旦那さん聞いてる方多いんで、はいはい、まあ、奥さんとか娘さんの前でね、はい、こう見る、見ても結構な、まあ、娘さんの前で見ても結構ですか。そうそう、お母さんが、またもうお父さんったらそんなもの見てるなんて、だって言われるの、そんなもの、何言ってんだお前、これデビッド・クローネンバーグの芸術作品だろって言うの、もうクローネンバーグだかハンバーグだか分かったけど、早く家の仕事してよなんて旦那言われちゃうそんなこと言われちゃうんですけども、ある家庭の一コマを、でも見てても恥ずかしくない、はい、そうやって、とにかく見てるとね、はい、とにかく下半身がこんにちはするぐらいのね、こんにちはしちゃう、熱いもの、はあ、それ見てる、また女房が、あっ、もそんないやらしいものばっかし見て、何言ってんのお前、これクローネンバーグの芸術作品クローネンバーグだか、はい、ハンバーグだか知らないけど、とにかくもう家の棚直してよなんてね、女房に言われちゃうんだけども、はい、素晴らしい。僕も本当にこれ見てね、たまりませんでした、たまりませんでした。もう2回3回と見ちゃったんですが、はい、とにかくね、はい、エロティックもうとにかくこの中に出てくるデボラ・カーランガー、はい、ホリー・ハンター、はい、ジェームス・スペイダー、エリアス・コティーズ、ピーター・マクニーズの色出てくるんだけど、はい、もうなんて言ったらいいか分かんない。とにかくね、はい、家で見れる唯一のね、エロチックなあ、ごめんなさい、ちょっと倒してうんということでね、家で見れるね、はい、唯一のエロチックな、とにかくこれはね、はい、興奮するよ。女と男はついにここまで来たとまで私は言いたいね。ああ、そう、こんなの見てると、まるでそんなスケベなの見てる、何お前、何ってこれは、まあ、デビッド・クローネンバーグの映画だって、クローネンバーグだかハンバーグだか知らないけども、あんたちょっと家のとこ穴掘って、このほら、3回目なんです。あ、そう、ピーコ先生、ストーリーはっていう、ストーリーはだから、あれ最初に言ったでしょ、私言ったのよ、もう少し、いや、冗談っぽいよ、どっか髪いっちゃったわだから車の衝突事故だけね、性的エクスタシーを覚えるようになった夫婦の盗作的な愛の姿を描いてる。まあまあまあ、そうですね。でもそれ以上あんまり言えないですよ、ね、言葉でね、いろいろ言うのよ、このね、デボラ・カー・アンガーがね、その男と話した時にね、あなた、ジェームス・スペイダーが旦那ですよね、ん、ジェームス・スペイダーが旦那ですよね、そうなの違うんですか、まあ、とにかくその辺は誰がどうでもいいのよ、とにかくこんな、どんな誰が出てようが、とにかくね、名前なんかどうでもいいのよ、はい、とにかく見てね、はい、もうとにかくエロチック、はい、これは高田純次さん
というね、うん、方があのあのお好きもう好きだっておっしゃってたんですけど、あの高田さんの映画のなんか条件っていうのが、うん、なんだ、女の人の裸 と、ね、とあの簡単なストーリーとカーアクション、これが全部あれ入ってる、うん、映画だって。いやいや、はっきり言ってね、簡単なストーリーではなかったのね。あ、そうですよね。カーアクションと女の裸が入ってるんですよ。そうですね。だからその高田ジュリーさんはちょっと、うん、簡単なストーリーじゃないんできつかったねなんて言ってましたけどね。あ、そうですか、うん、それよりもあのマルフラントドライブ見たなって私も言われたんでねあれは君どう思うなんて言うから、はい、僕はね、あれもそうですね、うん、きついねって一言言っといたんだけど、ね、はい、このクラッシュ、これちょっと盗作的な話ではあるんですけれども、そうそう、これはね、はっきり言ってクローネンバーグがね、これね、本があったんですよ、はい、これはね、小説があってね、はい、73年に、そうそう、この小説をねぜひ映画化しろって言われといて、はい、あのとうとうクローネンバーグがやったんだけどね、はい、とにかく主演はセックスと嘘とビデオテープ、水曜日に抱かれる女のジェームス・スペイダー、はい、ハイランダー3、超戦士大決戦のデボラ・アンガー、はい、ね、はい、いろいろあのホリーハンターとかいろいろ出てるんだよね、はい、私はロザンナ・アークエットがとても好きでした、うん、パルプフィクションのね、はい、ロザンナ、とにかくもうなんて言っていいのかね、なんと言っていいか、本当にエロですよね、うん、もうとにかくねエロなのよ。ほんでね、俺はこれは本当にね、あの家にあのいらんなかった、ちょっと興奮しすぎて。あ、そうですか。え、どうしちゃったんですか。走り回っちゃったりしましたか。近所を玉川にね、大声出しながらねそこまで興奮してしまいましたか、うん、あの鮭みたいに口をハーッて開けてね、ああ鮭みたいにねクラッシュね、はい、うん、これだけはね、ちょっと DVD でね、あの世のお父様方、そうですね、でもこれは、うん、あの女性が見ても、うん、なんかこうちょっとドキドキして、でもなんか変ないやらしい感じではない、芸術的なのよって言える、なんかね、言えるあれだからね、だからちょっとお父様方ね、下手な薬使うよりも絶対これのがいい、はい、うん、これのがガッツンガッツンね、もうこんにちはの上に、またねとかさようならとかみんな言っちゃうね、言っちゃうぐらいのこのクラッシュ、これだけ見とかないとね、あのクローネンバーグは語れないね、なるほどね、うん、このクラッシュ、あの日本ではね、奥山さんがやったクラッシュという、これは現実にね、あのレーサーの、 あの太田さんっていう人が、フェラーリ使いの太田さんをね、太田さんがね、燃える中から出てくるんですけど、はい、クラッシュして、ほんでクラッシュというような映画もありましたけど、ね、はい、これはこっちの元のこのクローネンバーグ、はい、このね、DVD をぜひ、はい、買ってね、はい、見ていただきたいと、お家で、うん、これなんとね、カナダの映画なんですよ。はい、そうなんだ、あ、本当だ、カナダですね、うん、どういうわけか、どういうわけか、うん、フランスの話なの、え、カナダの話なの、うん、この辺がね、この小説を書いた、うん、あの J.G. バラードさんっていうのはイギリスの SF 作家って書いてあるんですけど、いろんなのがミックスしてる感じなんだね、はいはい、そういう感じ、ね、どうなんでしょうかね、うん、その辺はちょっとすいません、わからないです。9年前になるのかねこれなんかもっと前かなと思ってたんですけど、96年なんですね、1996年、うん、だから私もっとすごい、 もっと昔に見た記憶があったんです、うん、これが違うよな、はい、そういうことなんで、これちょっとじゃ あの貸しますんで、すごい村田君、本当に私ももう本当に、はい、この世のお父さん方これ見てね、これ見て元気になってほしいなっていう、チャックの一つや二つバン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 ちぎってほしいですよ ね、はい、ですね。それでは最後に白石ピーコ先生におすすめチャイムを鳴らしていただきましょう、うん、もう最高という時には5回大変用意でよありがとうございます、とっても素晴らしいということですね、はいはい、これ一夜まで鳴らしてますよということで、はい、ではもう終わらせていただいて、ね、いいですか、はい、いいですよ、はい、ということで今週は白石ピーコ先生に、うん、1996年のデビッド・クローネンバーグの作品クラッシュを紹介していただきました、はい、白石ピーコ先生どうも今日はありがとうございました、どういたしまして村田おすぎということでよろしくお願いします。以上シネマパラダイスコーナーでした、はい、そんなね、はい、その日光をビズして結構という中で、はい、ね、ナポリをビズしてポリバケツを持ってた、いろんなのがね、情に差をさせば、うん、情に差をさせば流されるって、あ、はい、豆腐の角にぶつけて死んじまえとかそうそうありますね、義を見て知らぬは言うなきだすごいです。次から次へと出てきて。次から次はね、やっとね。素晴らしいです。右の頬を打たれたら、
左の方を、うん、左の方を殴る前に避けるとかってなんかやるよね。ありますね。うん、いろんなことありますけどね、はい、なかなかそういうことはでもだんだんこれから忘れられていくね。そうなのかもしれないですね。やっぱなんかね、なんかこのなんか薄っぺらい世の中になってきそうな気がする。どう、これからのこの日本というのは困りますね。困るよね。厚みのある、うん、どうなの、ね、うん、このどのくらいどういう感じでこれからの日本になっていったの。株価一応3万円維持平均株価そうじゃなくて、どういう風なあれにしていくかね、はい、日本はね、あんまり考えたことない。ああそう、これからいろんなこともイメージセックス的なものが出てくるんだよね。どんどんバーチャル、うん、バーチャルセックスになるだろう ね、はい、うん、街中歩いてると意味なく顔がポーンなんて赤くなったりしてポーンってなるんですね。気がついたら3ヶ月後にね、はい、もう子供ができた、はい、らららら驚いちゃうよ。気がついたらうーってなっちゃうんですね。でも死ぬ間にうーなんて吐いちゃったりする。困りますね。困っちゃうそれも ね、その時に犬のおまわりさんがピッピッて出てきて、ワンワン、犬のおまわりさんがその時に出てくるんですね、うん、モンキーの本のドライバーが出てくる。すいません、時間になってしまいました。乗ったらお猿さんだったんだ。どこまで行ってくるの。お相手は高田純子と川谷美智子でした。はい、来週も東京パラダイスでお会いしましょう。さようなら。高田純子、川谷美智子の東京パラダイス。この番組はビーズ21の提供でお送りしました。